です。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、今日はですね、えー、特別招兵教授の。ジョージ国広先生のお話を伺おう。今日はですね、という。特別招兵教授の。ジョージ国広先生のお話を。え、それで、今日はですね、まあ、国広先生の。 非常に豊かな海外経験をもとにですね、えー、どういうチャンスで、えーまあ、海外へ出られたかとかですね、えーまあ、勉強もされたり働かれたりいろいろな経験をされていますので、まあ、ロールモデルではないですけれども国広さんのお話を伺って少しでも、えー、参考にしてもらいたいと思います。 で最初に国広先生の経歴のご紹介です。フライヤーにもありましたけれども、えー、カリフォルニア大学のバークレー校それから、えー、ハーバードの大学院、えー、これはアメリカの西側の名門校と東側の名門校両方、えー、卒業されてるんですね。えー、で、えー、その後独立をされてですねニューヨークで独立をされて。 イェール大学とかコロンビア大学とかいろいろな、まあ、IB リーグの大学の、えーまあ、デザインスタジオなどを教えられてきました。で現在は、えー、国士舘大学の理工学部の教授をされていて、えー、中国のですね聖華大学という、まあ、一番レベルが高い大学の客員教授をされています。それからアアルカシアというですね、えー アジア建築家評議会という建築家の集まりの大きな組織があるんですけれどもそこでも議長をされていて非常に交流も関係も広いですしいろいろなことに関わってこられていますそれでは国広先生今日はスライドをたくさん準備されているので1時間半ぐらいいっぱいいっぱいになるかもしれませんけれども お願いいいしますはい、<laughs> ははいえー、皆さんこんばんこば、えー、明治大学に、えー、お呼びいただいて、ですね小林先生に、えー、お声がけいただいて、今、えー、今年で2年目です、まああの、コロナ禍の2年目ということで、えー、このズーム講義ということで、えー、お話しさせていただきます。 えー、早速画面を共有させていただきます。はい、えーえー、こちらで画面共有させていただいたと思いますけれども、えー、タイトル、今日の講義ですね、これは授業の一環として講義ということで、えー、小林先生が一方的にですね、 えー、このタイトルをつけられたということは私はこれに従わなければいけない状況なんですが、えー、若者よ、えー、世界へ飛び立てということで、まあ、今お話しされたあ小林先生があーからご紹介いただいた、まあ、略歴というかね、えーまあ、あの海外というのがキーワードがありますけども、まあ、そういう視点からあいろいろなお話を今日はさせていただきたいと思います。 でえーまあ、グローバルな視点から目指す建築と建築家としてのキャリアということでですねお話しさせていただきますけれども、えー、早速始め、えーまあ、させていただきます、うんえー、まずこんばんはということですがあ今日は7時からということで、えー、お話をさせていただきますけれどもえー、っとですね えー、国広ジョージとはということで、えー、このスライドがあるんですけどもまああの大学で、えー、4つの大学で、えー、教鞭を取っている状態、えー、なのですねで、えー、実は、まあ、ここにちょっとこれちょっとスライドがですねこう出てくるんですがまずはアメリカ人だというところが、えー、ちょっと皆さんと違うところで皆さんというのは えー、明治大学でいうと小林、えー、先生、それから田中先生、それから佐々木先生、あの海外で、えー、それこそ今申し上げた先生方は、えー、ハーバード大学、イエール大学、それからバークレー、まあ、いろんなところで教えられているというか、勉強されたということですけども、まあ、基本的にあの僕はアメリカ人なんですね、日本生まれの日系三世ということで。 人生の半分をですねアメリカで、えー、まあアメリカで育ったということがあります、まあ、あの先生方は留学されたということで二十、まあ、歳以降に、えーまあ、長くて10年、えー、いらしたというようなことですけども、えー、僕に関しては33年間アメリカに住んでいましたで、えー、まあこれからそのお話をさせてもらいますけども、まあ、その辺があります えー、で今日のお話はそ,のそれとあと建築家としてこれもキャリアとしてのお話となので、えー、お話しさせていただきますで4大学で教鞭をとるということですがこれは今小林先生からお話があった清華大学中国に通っているということがあります、えー、そしてこれ何か順番がおかしくなってますけどまあ世界の 68カ国を旅したことがあるというこれも今お呼びをいただいた理由だと思いますけども世界を見るということですねでまあ建築が大好きだと建築が大好きな大人だということでそれはそれは建築を旅しながら見るということと、まあ、建築を設計するということとそれから大学で教える若い人たちの次世代をですね まあ建築はどれだけ面白いかということをまあ教えてきて20、まあ、日本の国士舘大学というところで教鞭を取って22年目になります、23年目になるわけですね。そして、またもう一つですけれどもええ建築として、建築を通して、ちょっと字があるんですが、世界の建築家たちと友情を育むということで、まあ、これは先ほどのアルカシア。 いうところにつながるかもしれません、まあ、これも建築の世界に入っている人たちはいろんな形で建築の仲間たちと交流をしたり研究をしたりするわけで、まあ、そ,そこに,に日本で言えば日本建築学会あるいは日本建築家協会日本建築士連合会というようなものがありますそういうところに入って仲間同士でこの建築 会というところをもっともっと社会に理解してもらってですね、えー、我々の職,職業職能が、まあ、あの社会の中で重要視される、えー、そういうような、えーまあ、活動をしていくというのも、まあ、社会貢献であり、えー、教わった我々が勉強していったこの建築家に恩返しができる一つの道なのかもしれないということでやっております。そして今は まあ、あのこの,お、まあ、あの若者でもなく中年でもなく、まあ、熟年と熟年、ねえー、世代ですけども、えー、今何をしているかということは建築を作るということもやっていますけどもっともっと、えー、我々の住む住環境それから建築のを通して環境問題をなんとかしようという頑張っている人間だということを、えー、お話ししていきたいと思います。 えー、そしてですね今日はあ明治大学のおこの Zoom、えー、ではですね、まあ、1年生から大学院生まで、えー、幅広い学生さんたちが、えー、これを聞いているということなんでまずは建築ということをちょっと手っ取り早くお話ししていきたいと思います。えーまあ、これはは建築のの概論でもうすでもすに、えー、上級生の方々は、えーもう 分かっていることだと思いますけど、おさらいということで、まあ、あの聞いてもらいたいと思います。えー、僕の教えている国士舘大学では、建築概論という題目ではなく、人・建築社会というというタイトルで、えー、概論を1年生に、えー、講義しています。そこで、えー、これを、えーまあ、この内容でお話しているんですけど、まず建築というのは人間を入れるための、まあ、器であると。 いうことですねそして「えー、人建築社会」というタイトルを私がつけてるわけですけども、えー、人間に関係する人間がいなければ建築はない、えー、そして人間が社会を構成するというようなことで、えー、人間生活の全て24時間何らかの形で建築,には建築と関わっているということがあります、えー、そしてですね、えー、建築はとても広い 範囲をカバーしているということで、浅く広く知識を持つことが重要だ。ということは、広い視野を持ってですね、世界、世界的なグローバル的な視野を持つということが重要なんじゃないかなというふうに思うわけです。また、建築は壮大な雑学ということで、それこそ最先端の技術から 大昔の遺跡、ね、歴史の始まりというところまで関係してくる、あるいは小さな椅子、机、そんなような家具のデザインから大きな都市計画までのスケールを持つというようなことで、えー、全部知らなきゃいけないんですね。で、えー、最後に今言ったように建築は人間社会に関わりがあるということであるわけです。 身の回りから世界まで全てに興味を持って情報と知識を自分のものにする必要がある。まあ、それにはですね、まあ、今,今まではまあ図書館に行って本を読んだりすることが重要だったわけですけども今ではですね、まあ、日本で言ったらば我々の世代、ねえー、先生方の世代で言えば建築雑誌新建築、えー、A+U、えー、何だろうというようなですね メジャーな今ある雑誌ですけれども GA Japan、えー、このような雑誌を見て、えー、そこにどんな建築家がどんな作品を、えー、最新のものを作ってるかというのを探し出すそしてそれを覚えるあるいはそれを見に行くということでしたけれども今ではですね、まあ、このような海外のアーキデイリーアーキタイザーアーチェロ、えー、日本で言えばアーキテクチャフォト .net デザインデザインブームデザインユートラスト それからまたみんな日本でも有名っていうかねピンタレストこういうものを見ると世界の建築世界で何が起こっているかっていうのが一目瞭然なんですねまたこれを作品としてそれから建築家が誰かとして、えー、見ていって覚えるというのが、まあ、建築を設計する人たちにとってはですね、えー、一つの重要なツールだということを覚えておいていただきたい特に1年生はそうですね そして、まあ、ここで挙げているキーワードがこうありますけれども、まず建築はとっても広い範囲をカバーするということをさっき言いましたけれども、こういうような、えー、ところを学んでいくんですね。絵画、地球、生命、宇宙、自然、人間、音楽、彫刻、建築、まあ、これだけじゃないです、もっともっとあります。で、えー また、まあ、これが出てくるんですけども、まあ、要は何を言いたいかというと、えー、世界を見る日本の国内ももちろん見なければいけない全都道府県を歩き回るということも重要だと思いますけどそれから、えー、海を渡って海外を見るということで、えーまあ、アーキーデイリーアーキータイザーこういうものに出てくるこのようなですね、まあ、いろんな現代建築 我々がまあ勉強した時代にはこんなに情報はなかったです。まあ、これを見ると中国の建築もありフィンランドの建築もあり、えー、日本のそれこそ、えー、世田谷大多の建築もあり、まあ、こんなような建築を、えー、見る訪ねる、えー、それがまた非常に刺激になるわけですね。一方で、えー、まあいい建築悪い建築見ていい建築それから建築の評価 こういう能力を若い学生さんたちにも持ってもらいたい。まあ、公表会に行くと先生方、あるいはゲストの先生方がいろんなことで、えー、君たちが5分の発表で言ったことをですね、ばばっと消化して、噛み砕いてですね、えー、鋭い公表をされる。これは建築を <laughs>、えー、知っているから、そして建築を評価する能力があるからということですね。 ですから、まあ、奇抜な建築このものあって面白いなと思ってるだけじゃなくてこれは一体どういう意味なんだろうどういう意義があるんだろうということを覚えていかなきゃまあ、えー、語れるようにならなければいけないということですね、えー、そして、えー、このような自然の中の建築っていうのが今、えーまあ、必要とされています、えー、これもですね衣装的なデザイン的な観点はもちろんのこと 技術的な面からですね、この環境建築ということをみんな知っていってもらいたい。まあ、この建物、一見何かこう在来建築で古い建物というようなふうに思われると思いますけれども、実はベトナムの建築家のボーチョン・ギアさんが設計したレストランなんですね。在来広報で。しかし、彼は 名古屋工業大学そして東京大学の大学院で勉強していることもありですねこのような建築は日本で学んだんですねそして在来広報で竹の建築をたくさん作っている若手建築家ですまた建築の歴史後で出てきますけどもいろいろな様式を覚えていくことでこれまたあの家族旅行をしたりしてですね えー、海外旅行をした際に建築を見るこれはまああの,どあのどそのその専門家として見る、えー、ゴシック様式の教会というのと、えー、家族旅行でみんなで一般的に観光名物観光名所として見る、えー、建築と、えー、またいろいろと違った見方があると思うんですけども。 えー、世界中をこういう形で見て歩くどっちでもいいです、えー、幅広く、えー、世界を見て歩くにはこのような刺激があってもいいんじゃないかなと思いますまあゴシック協会ですけども、えー、それがまた建築を見ていく中でですね、えー、こういう悲劇、まあ、ニュースでも出てくるわけですねああああ まあこれは世界遺産的な文化遺産ですけども地元の市民の誇りに思う文化遺産ですがこのように悲しむまあ日本でも最近ですね沖縄の首里城が。 まあ焼けましたこれも首里城も復元でしたけど復元が焼けてももう一回復元をするというようなことで我々はまあこういうものを大切にしていかなきゃいけないということも建築の一つの職能としてそういう分野もあるということですね。まあ、キーワードとすると最近は地震の災害津波それから少子高齢化で高齢社会の介護に関するユニバーサルデザイン それからもちろん建築家たちの名前、まあ、知名度は低いです、えー、熊健吾安藤忠夫ぐらいしか、まあ、ザッハかなっていうところで、えー、社会では建築界のスターたちの知名度は非常に低いです何、えー、とかこれを高めていかなければいけないというのが、まあ、我々の日々、まあ、思っていることであるわけですねそそれから建築ののもので 大きな開発、表参道ヒルズ六本木ヒルズミッドタウンなど、えー、こういうのを、えー、一つ一つ訪れて、まあ、勉強してですね、えー、そして評価していくということが重要じゃないかなまあ地球温暖化ということがありましたけども建築はこう的完璧な影響力を持つということで、まあ、自然界そのものすべて 人間が建築を作ることによって、えーまあ、害を及ぼし始めてきたわけですね。まあ、これは産業革命以降の、えー、地球温暖化の、えー、大きな、えーまあ、理由としてはもちろん産業革命もありましたけどそれで一番躍進した、えーまあ、職能の,の一つとしては建設建築、まあ、都市、えー、そういうエリアですね。えー、つまり我々も 悪な部分もあるということを覚えておいていただきたいとそして人間にも影響を及ぼしその上また人間が作る社会にも影響を及ぼすということですさて、まあ、建築を見ていくとですねまあこれはみんな知ってる建築、まあ、世界遺産に,に指定されている登録されている岐阜県の白川郷、えーまあ、山奥にあるですね えー、民家で、えー、ですね村ですね村、えー、別にかっこいい建築を作ろうと思ったわけではなく、えー、険しい、えー、その冬場、えー、大変な時、えーまあ、いくつもの、まあ、親族たちが一つの家に住んでですね、えー、すごい雪が積もるわけですけど考え出したのはこのような知恵である合掌造り。まあ、それが えー、群れとなして群となしてこのようになってくると美しい風景がとなるわけです。まあ、背景に緑がありそれが今、えー、世界遺産となってですね観光資源ともなるというようなことで、えー、その負の世界を何か克服しようということで、えー、生まれた知恵から何百年何千年経ってですね今やこれが違った形で、えー、残っていき そして文化継承し、それ以上に観光資源で、そして経済に貢献しているというような、非常にこう建築というのは広い分野であるということであると思います。え歴史、まあ、歴史好きになってもらいたいというのは、まあ観光で言ったらばあのそういうところに行くわけで、そこに専門の知識があればいいなというふうに思います。 いい説明もできるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、えー、歴史と建築というと、まあ、こんなような、えー、ロンドンから2時間ぐらい車で走ると草原にこの日時計要するに地球と宇宙とが結ばれるその知恵を発見した原始,原始というか先,先住民の人たちがですね、まあ、作った日時計的な遺跡。 えー、まあるわけですね、まあ、そこから何千年経ってですね、えー、つい100年前、えー、我々のおまあ我々ですね小林先生私、えー、それからまあ一昔前の先輩たちが影響を受けたモダニズム近代建築ですね、えー、全てのお様式から、えー、機能主義になり そして建築は情報でありしかし意味を持った表現であるということが言われるモダニズムその建築を我々はその血統を持って君たちにこのモダニズムそれからその後のイズムですねポストモダンそれからデコンストラクションそして今何だろう後期 モナニズムですかこんなことを、えー、語って、えー、まあその大先輩がこのコルビジャさんですけどもまあこんなところから今の明治大学の教育も生じているというかここから生まれてきてるというようなことではないでしょうか。 まあ、こういうところに行かなければいけないということですね。今、アーキーデイリー、アーキータイザーを見て、それで満足するということではなくて、ここに実際に行く、そしてこれに触る、見る、空間を体験する、スケッチする、これが重要だということですね。そして初めて、君たちはこれを図面化することができて、そのスケール感がわかるということであるわけです。 でないとこんな図面描いても、えー、なんだか全然どれぐらいの大きさわからない。やっぱり手で描く。そして肌で感じるということが重要だということですね。昔はキャドなんかなかったからコルビジェのアトリエではみんながこうやって手書きで、えー、この図面を書いていたわけです。というふうに建築は芸術であり、 えー、そして空間芸術だとということですねそしてその表現というのがですね、えー、まあなぜ建築が立つようになったかというとこのすごい建築を作ると宗教がそこに神が宿るようなことができるとそういうことをまあみんなにか思ってもらうような想像力を、えー、まあ、えー、培うというか表現できるような。 神秘性を持つということが分かったんですね。それから国家が国会議事堂とかね、えー、大統領の官邸とかいうものを作ること、あるスタイルで作ることによって、まあ、裁判所とか権力、権威を表現することができると。ですから空間芸術がある意味プロパガンダまでに発展していったということがあると思います。まあ、あの、 東大の大の仏殿、まあ、これは江戸時代の,の建築ですけども、えー、しかし巨大な木造建築あるいはアテネギリシャのアテネに行くと空の都市アクロポリスの,の丘にそびえるこのアテネの、ね、神殿ですね、えー、このアクロポリスにはたくさんの神殿があってそこに神話の神々が住んでいたというような設定であるわけです。この 神々がアテネの市民国家を守ったということがあるのが、まあ、今から2,000数百年前の話ですけどもそれが今でも残っていてこの柱中東の柱のスタイルが2000年も続いたんですねそれを後でお見せしますけどもまあこのような空に向かってそびえ立つこのゴシックの様式の教会は まあ、ある意味構造力学のこの発明からあこのゴシック教会が生まれました。ボーンと飛んで、えー、去年できた、えー、この日本が誇りを持とうとする、えー、新国立競技場まあ今だったらばもうオリンピック終わってるはずだったんですけどもまあ1年間寝っぱなしで来年やるということようやく昨日おとといそういう話がね えー、菅首相とオリンピック委員会の会長ですね、えー、との話がついたようですけども、えー、環境共生型建築と言われる言われていいのかな、えー、都道府県全都道府県から次ですかを、えー、取り寄せてですね日本的にフェアに、えー、この様相を作り上げた隈研、えー、吾さんね小林先生と同級生ね えーということで、まあ、我々の仲間ですけども、えー、熊さんはこれを作って、えー、世界の熊、まあ、その前から世界の熊でやったんですけども、まあ、どこの都市世界都市に行っても熊さんの建築あるということで非常に分かりやすい建築家ですね一方で、えー、住宅建築もなかなかということなんですね、えー、世界に羽ばたく、えー、この前田圭介 えー、大阪にある人形アーティストの、えー、住宅ですけども、えー、このように浮遊する塀があってですね、えー、まあこれ泥棒が入りやすいけど泥棒入らないで足が見えちゃうから全然入れないというようなことがあって、まあ、この前田君、えー、たまたま国士舘大学の OB なんですけども、えー、どこにも修行せずにでも今では、えー、アルカシア賞を取り ま、世界でも、まあ、名の売れた若手建築家になりました。世界に行って、世界でも講演会をしています。まあ、君たちの中から、えー、誰か、えー、将来このようにですね、世界に羽ばたく、この今日の講義を聞いて、いや、僕も私もやってみようと思って、えーまあ、前田君を、えー、追っかける、まあ。前田君だけじゃなくてですね、若手建築家で世界に出ていく建築家もいます。ぜひ、 えーまあ、お手本として前田君まして東京ではないんですね広島県の福山市で活動している建築家です、えー、まあこういう,う国際コンペで、えーかえーまあ、優秀賞を取ったこのピンナックル・アット・ダクストンというシンガポールの、えー、超高層共同住宅ですけどもまあ僕も僕たちもですね、えー、参加しました早稲田大学の古谷先生という先生がいるんですけども フリアさんと僕とあとシンガポールの建築家とシンガポール国立大学の建築家と3人でやったコンペで、まあ、我々は取れませんでしたけども1等を取ったのがこの建物ですですからこれコンペをね国際コンペをやったらばそれを勝って実現したら自分たちでその勝った作品自分たちが勝てばそれでいいわけですけどもそうでなかったらそれを見に行く。 といいいうこともいいんじゃないかな、まあそういうふうにしてどん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 海外へ出てくるんですね。えー、そして今話題になっているのがこの木造高層ビルということ建築ということで、えー、これは北欧の建築ですね17階18階建てぐらいなのかな日本で今30階建てを計画してるなんていう話もありますけども、えー、君たちの人生の中で。 火星に住居ができるあるいは町中が木造高層ビルになるという時代が必ずやってくると思います、まあ、それにはこのような北欧に行ってまずこういう建築を見てきて日本の木造高層建築バンシゲルさんが10階建てぐらいかなの建築を作っているはずですこれをまた見て勉強していただきたいなというふうに 思いますつまりですね、えー、地球にあまり影響を与え与えないような建築トータルなシステムとして考えるいうことが重要ですということで、えー、ここまではだいたい1年生向けのお話でしたまあ、建築にはまるにはですね、えー、重要なのは建築は面白いと思うことですねで、僕も最初に言いましたけども、えー、建築をが大好きな 大人だと言いましたそれは建築面白いということを発見したからですね気づきがあったからなんですまあ、ちょっとここで一息、えー、つきたいと思いますけどもこのようにですね、えー、僕は猫が大好きでうちまあ、にいる猫はですね、えー、名前がミース・ファンデロオエと言いますミースと言いますけども、えー、こんな感じでいて癒されるんですけども、えー、右側は中国で この巨大なハスの葉、えー、で,ですね雨、まあ、宿りしているというか傘にして歩いていたりとか自然がこのようにちょこんとあったりいうことの中にですねもちろん自然との共生というのを感じますけども建築というのをこのどこにでも感じるこの松の木なのかな、えー、池の中にここにはシェルターがあるんですね。このこの、えー、木の下、ね、シェルター ハス、えー、の花葉の下もシェルターこの瓦もシェルターこれが建築だいうふうな、えー、30秒の癒しですねさて、えー、第2部ですけれどもこの小林先生がの依頼で要するにロールモデルに、えー、ということで、えー、僕の人生のお話をちょっとしていきたいと思います。 まああの建築の先生、建築家が講演会でやってくると、大体自分の話なんかせずに、自分の建築の話ばっかりして、えーまあ、終わっちゃう。僕はどっちかというと、それよりか、自分がお手本だということをみんなに知らせたいということがあるので、まあ、この夢ということですね、のお話をしていきたいんですけども、えーまあ、僕は東京生まれなんですね。 で東京は昭和の生まれで、まあ、小林先生と同世代ちょっと年が上かもしれませんけども、えーまあ、建築から全然関係ないところに、えーまあ、いまして、まあ、家族誰も建築家いませんでしたし、えーまあ、そんな時に小さい時に夢,夢見たのはです、ね、この電車これ小豆色の今ではです、ね、山手線だ京浜東北全部色がありますね。 えー、この時代は全部小豆色だったんです。この電車の運転手になりたかったのは幼少年時代。そしてアメリカに中学1年で行きますけども、まあ、小学校2年で1回行きましたね。あとで出てきます。その時に乗った飛行機で、これはパイロットになりたくなったんですね。とにかく動くものを操縦したい、コントロールしたいということで。 えー、どんどん飛躍していってですね高校3年の時に、えー、月着陸がありましたそのニュースで盛り上がっている時に僕は宇宙飛行士になるんだということで、えー、さっきご紹介にあったカリフォルニア大学バークレー校に入りましたところがまあ実は高校3年までですね、えー、中学高校はアメリカ小学校は日本東京だったんですけど東京の小学校で 6年生の時までに学んだ数学がアメリカの高校の2年ぐらいまで通じちゃったんですね。それだけ日本があの理系が進んでいるということです。実は僕はあの文系の方が好きだった社会とか国語とかですね。ところがあんまりできてない数学でなんちゃってで、えー、高校3年生まで行ってで理系に入っちゃった。ところが高校3年で出てきた数学で 全然ダメでですね。クラス1番からえ、ビリから2番目に落ちてしまって。やばいということで、えー、家族の友人のですね、えー、アドバイスもあり、絵を描くのが好きだったということと、理系もちょっとできたということで、全然知らない建築に、えー、入って、えー、1年生になりました。えー、それまでの人生の航路というのは、こんな感じです。東京で生まれて、 えー、父の、えーまあ、転勤ということがあってですね海外駐在で1年間デトロイトという、えー、ミシガン州のデトロイト車の町ですねここに住んで住みました、えー、ここで英語を学んで東京に戻りそして、えー、再びサンフランシスコに移住しますここから長期のアメリカ生活が始まり、えー、途中でさっきご紹介があったボストンで3年間過ごし そしてまたサンフランシスコに戻って、今度は日本に行く予定をしてたんですね。牧文彦先生のところに就職する予定で、しかし牧先生と面接した後に、まあ、それはないよと言われて、ロサンゼルスというサンフランシスコから南下した都市に移り、設計事務所を立ち上げて、そしてまたニューヨークで設計事務所を立ち上げ、しばらくして、 やはり東京だということで東京に戻ってですねそしてこの海外生活から33年ぶりに東京に戻りそこをもとにアジアに進出したというのが人生の航路ここが多分皆さんと違うところ先生方とも違うところで人生の中で5つの都市に住んだ歴史があります歴史というか経緯があります。 えー、ということでいろいろな文化日本の文化アメリカの文化西洋の文化の中で育ったので2つの文化を持っている、えーえー、まあ、人間だということであります。えー、とおまあ、こういうふうにですね、えー、ここに住んでいるわけですけどもまあ、このアメリカ大陸でですねちょっとお見せするとお、えー このサン・フランシスコで育ち、えー、ロサンゼルスに引っ越して、途中ボストンに行ったり、えー、まあデトロイトが一番最初でしたね、えー。そしてニューヨークに来て、ニューヨークから日本に行っちゃったわけですけど、なんとこの大陸横断を車で4回ばかりやりました。えー、夏休みに帰ってきて、またボストンに行くっていう。大体いい車でずっと走ると、夜止まるとですね、大体いい5日間か6日間かかる。 わけですごいでっかいですね。日本は、えー、北海道から、えーえー、っと鹿児島まで行くのに、えー、まあ2日ぐらいで行けるんじゃないかな。ひょっとしたら24時間で行けるのかもしれません。それだけ大きな、えー、ところです。えー、そして、えー、こんな感じで東京があってこれだけの町に住んだということがまあ今日の一つのお話の中にある,あるわけですけども。 えー、そして、えー、アジアで研究を進めている、活動を進めているということで、えー、そのほかにです、ねまあ、世界、まあ、建築界を通して世界を、えー、世界で、まあ、友達の輪を作っているということでありますが、さて、えー、小学校を卒業して、えー、1964年、えー、最初のオリンピックの年ですね、ンサンフランシスコに移住します。 えー、日本、まあ、日系人ですけど日本人として、えー、日本で小学校を過ごして、えー、アメリカにこのサンフランシスコに行くとですねまあアメリカ人は白人だったり黒人だったりメキシコ系だったりですね、えー、そしてアジア系もいます、えー、サンフランシスコは中国人が一番多いところですねニューヨークとサンフランシスコの中華街は、まあ、日本で行ったら、まあ、日本なんかちっぽけな横浜と えー、神戸にありますけどもサウナ市から巨大な中華街がある、えー、日系人の日本人町もありますアジア人がいっぱいいるわけですね、まあ、そんな中で、えー、日本人を超えてまして日系人と日本人と違いますから、えーにまあ、アジア人の中で育ったんですね、まあ、こんな昔の写真これが、えー、中学校時代の僕です、えー、友達はみんなこうフィリピン人、えー、韓国人 中国人、日系人、えー、中国人、フィリピン人、これみんな、えー、アジア人。なので、えー、小学校の少年の時代、中学生ぐらいからですね、自分は日本人というよりかアジア人という意識が高まり、えー、それ以降、アジア人として、えー、自分は生きてきています、えー。中高を終えて大学に入り、先ほどの、えー、宇宙工学、 失敗してそこから学学部しますそして建築環境デザイン学部に入りますとまずは、えー、ベトナム戦争というのがあってですねそれの反戦運動というところに巻き込まれます小学校、えー、あごめんなさい大学1年生そしてそれに要するに日本の学生運動ですね、えー、日本も明治大学なんかはすごい学生運動の メッカだったわけですけども東大明治、えー、バークレーこれもメッカコロンビア大学とバークレーが中心になって全国の学生のストライクを敢行しましたそしてまあ僕もここで1年生で石を投げたりいろいろしてですねキャンパス警官に催涙ガス弾を投げ込まれたりした、えー、記憶があります そして、えーまあ、建築の勉強に励み始めてここで建築を勉強していきます建物は、えー、モダニズムの建築であって近代建築のブルータリスト的な建築ということであります、えー、サングラスコには結構すごい、えー、素晴らしい建築がいっぱいあってですね、えー、ホテルの大空間を、えーまあ、発明したと言ってもおかしくないジョン・ポートマンという建築家が 設計したこのハイアットリーージェンシーこれが一つのプロトタイプシカゴそれからこのサンフランシスコはモデルとなって世界中にこの大空間ホテルの巨大吹き抜け空間が生まれました、まあ、それが1970年代ですねであるいはカリフォルニアの素晴らしい自然の中にこの自然と一体化した現代建築そしてそれも在来 建築のからヒントを得たシーランチというこのコンドミニアムがチャールズ・モアという建築家によって設計されました、まあ、こういう自然とともに存在する建築ということもここで触れて勉強させてもらいましたそんな中で学生運動それから反戦運動ということもあった中でですね建築 設計だけに没頭するというよりか社会に貢献する建築家になろうということで奉仕の精神ということでですね建築を通して中国人の中華街のいろいろ苦労している人たち日本人の苦労している高齢者の方々のために建築を通して社会活動をしようということで AND という えー、建築デザインコミュニティ、えー、デザインセンターというものを作りました、えー、学生 4, 4年生の時ですねまだ学生でしたしかし、えーえー、資金をですね集めて、えーえー、寄付金をもらって作った NPO 法人、えー、45年続いていますこのように、えー、無差別に ン、えー、開発が行われて、ン、まあ、開発、言っちゃおかしいですけど、再開発局が、えー、指定した、えーまあ、要するに富裕層のための、えー、開発、そこにですね高齢者の方々が古い、えー、100年も経つような建物、木造建築に住んでいて、家賃もほとんどないようなところに住んでいたのを追い出されて、ですね強制立ち退き、これに何とかしようということで、えー、我々が立ち上がったというような活動もしてきて。 このような日本人町のお祭りのまあこれ僕ですけれどもねブースを作ったりあ可いいけれども社会貢献をする体験をしました皆さんもこういう体験をしていくことでまたグローバル的な視点も広がるんじゃないかなというふうに思いますそして再びデザイン衣装衣装の、まあ、腕を磨くために 西から東へハーバード大学へ進学して小林先生も勉強されたハーバードに行きますそしてここで3年この大空間で勉強して先生私の先生直属の先生がですねコルビジェのル・コルビジェのお弟子さんだったということがこりに思うことでありますけども同時に この2人の先生、コールマン、マッキーナル先生は、ボストン、えー、視聴者をコンペで買って、コロンビア大学の先生だったけども、ハーバードにやって来られて、えー、ここで、えーま、デザインスタジオを、えーま、教えていたわけで、ま、この先生方から、えー、僕は学び、えー、そしてその頃ちょうどマキ先生が、マキ先生も大先輩ですけど、マキ先生が来られて講演会されてですね、えーま 面接を日本にわざわざ行って牧先生に面接してじゃあちょっと待ってて国代さんということで、えー、卒ハーバード卒業して就職しなかったんですね、えー、ちょうどこの1976年の、えー、沖縄海洋博で牧先生が作られたこの建物これがかっこいいなと思った時ですそして、えー、僕はですね、えー、就職せずにタクシードライバーになったんですねハーバード大学院を出て タクシーを夜運転ししていました、えー、これもまた人生の、ねえー、非常にあの不思議な体験をしました。えーまあ、殺されそうになったりとかですね、まあ、あの気持ち悪いこといろいろ触りがあったりとかですね、いろんなことがありましたけども、えー、とにかく人生25歳で26歳でこの体験をしたのはすごく良かったと思います。そして、えー、結局マキ先生が えー、雇えないということでですね、えーかい、あのお、オイルショックでごめんなさいということで、牧先生には取れず、涙、えーな、えー、流しながら、ロサンゼルスに引っ越してですね、ロサンゼルスで修行をちょっとしてから、えー、事務所を作ります。あまり文化のない、えー、街でしたけども、ディズニーランドがある。今では、フランク・ゲイリーなんか出てきて、モルフォーシス、トン・ウェイン、えー、サイアークという大学が、UCLA、 今では建築で行ったらすごい素晴らしいところになってますけど、まあ、僕がいた頃には大したことなかったですね、まあ、そこにいて事務所を開設してそれから56年経ってですねニューヨークに行きますでニューヨークで10年間建築の設計をしてその頃日本に、まあ、安藤忠夫さんと安藤忠夫先生と出会う機会がロサンゼルスであってですね、まあ、安藤さんと一緒に えーまあ、いろいろな大学をです、ねえー、教える機会があって、えー、そして安藤さんの、まあ、助教授という形でハーバーといえるコロンビアということで、えー、教鞭に立たせていただいた取らせていただきました、えー、そして安藤さんとともにアメリカ中を回ってです、ね、安藤さんの講演の英語の通訳をすることで、まあ、著名な建築家たちと会うことができて、まあ、安藤さんは英語しゃべりませんから僕は便利です しゃべるわけでフランク・ゲイリーポール・ルドルフ歴史に出てくる人たちもたくさんと会うことができてですね非常に豊かな、まあ、体験を安藤さんを通してさせていただきましたそうしてしばらくするとバブルが崩壊してその頃日本に行くことになってです、ね、その頃小林先生とかとお目にかかる機会があってお付き合いさせていただくことになるわけですけども えー、バブルが崩壊しても日本でも仕事がなくなりましてですねどうしようかということで、えー、香港へ返還ということがあったんですねイギリスから、えー、そして、えー、アジアに、えー、行こうということでニューヨークの事務所を2年かけて閉めます、えー、そして1997年に、えーま、香港返還,返還とともに、えー、日本に 戻って二十数年というところで、まあ、第二部がここで終わるわけですが時間的に言うとまだ時間ありますねここでまあ英語ですね世界に行くには日本語だけじゃやっていけないじゃあ英語のこの EnglishSpeaking のメリットは何かということなんですけども、えー、まあ建築は建築家は建築を設計する えー、そして作品を作る、えー、そしてまあクライアントのために尽くす、えーまあ、そして自分の政計を立てる、えーまあ、そんなことがあるんですけどもね、えー、大学で教えることもあるだろうし、まあ、現場に行く人もいるだろうし、えー、企業に勤めて、えー、日経設計とか、ね、組織設計に行く人もあるだろうし、まあ、そんな中でですねやはり、えー、ただ仕事として建築をしているということだけではなくて。 まあ学生時代のように建築を好きな人たちが集まる。その人たちが建築界を良くしようと。で、建築界がどれだけ社会のために、えー、貢献してるんだろう、してるんだということを、えー、一般社会に伝える。政治家にも伝える。それから経済の、えー、経済界にも伝えるいうことをしている人たちがいるんですね。で、僕もですね、 日本に戻って英語ができるということで日本建築家協会という建築家が集まる団体に入りましたそして大学の教授になり教員になり学会ということで建築を研究する人たちの集まる日本建築学会にも入りましたこの2つを通して下のアルカシアというさっき小林先生からご紹介があった アジアの建築家協会が集まる21、22カ国の建築家協会が集まるアルカシアタというところに日本の代表として行くようになりました。えー、20数年ですけれども、まあ、そして10年ぐらい経ってですね、えー、この会長に、えー、立候補して会長を2年間務めた経緯があります。えー、それも含めて、 今度は世界の国連のような建築家協会があるんですけど UIA という皆さんもぜひこういうところの大会に出席して世界の建築家の講演会を見たり研究を発表したりしていただきたいと思います、えー、国際建築家連合ここにも日本代表,代表として、えー、まあ、えー、と何だろう理事というのかなとして、えー 出向しました、えー、また、あ、そういうことでですね、世界の建築家、えー、アルカシェの会長を務めたり、えー、建築のプロフェッションの分野で日本の代表を務めて、えー、そしていろんなフォーラムで講演をして、英語でですね、えー、で、えー、世界の設計のコンペで審査員をやってくださいという,うに依頼を受けて、えー、UI の コンペの審査員をやったりすることもありましたこんなもんですねこれだけ世界のいろんな組織があるんです是非、えー、関連するところに皆さんも所属してそうすると世界の友達が広がりますまあ多分上級生の、えー、修士の方々とか、えー、博士課程の方々はもう日本建築学会とか世界の学会で論文を発表したりしている人たちもいると思います そうするとその人たちと共同研究をしたりとか論文発表している時に、えー、同じグループで発表するとその人たちの交流は生まれるんですね。これは一生の交流になります。えー、そんなことで、まあ、僕の持っている世界のネットワークは非常にいろんなところで役立っている。救われる。えー、ということ電話1本で誰かに、えー、これ何かあるけど助けてよ。 いうことが言えるんですね。重要です。アルカシア、ここに所属して、今でも LINE とかですね、まあ、あの、いろいろそういう SNS で毎日のようにやりとりしてます。日々、こんなような世界、アジアを代表する理事たちが集まる会の会長を務めさせてもらったりしました。こんなような感じで理事会とか、 大会のセッションリーダーをやったりもしました。まあ、こんなつながりでですね、世界の建築家と交流することができても、これは随分前ですけども、アルカシアの大会に磯脇先生を招きして大会、それだけではなく、さまざまな建築家、牧先生も、それから安藤さんもいろいろ来られています。この会にはですね 学生ジャンボリーというのがあるんですねこの学生ジャンボリーぜひ皆さんにも参加してもらいたい去年かな明治大学で一昨年か明治大学でアルカシアの大会をやりました中で皆さんも参加した人いるかもしれませんけども学生ジャンボリーもやりましたそしていろいろとこのネットワークの中でですね日本のえ 東京で世界大会をやろうという動きがあって、1999年からあってですね、これにずっと参加していて、2006年に東京で大会するという大会誘致を実現しました。トルコの大会で僕と何人かの先生が、早稲田の古谷先生 えー、それから東京都市大の岩村先生なんかとですね、えー、ステージでプレゼンテーションをしてそして安藤忠雄さんにも来てもらってですね、えー、誘致活動をして日本で大会を実現し、えー、2011年に開催されました天皇陛下まで来られたんですねそんなことでこんなことで、えー、僕はですね天皇陛下の真後ろについて、えー、通訳をさせてもらいました。 要するに建築でこういう組織に属していろんなことをしていくとこんなことが起こるんですこんなラッキーな天皇陛下の通訳をなんてことを考えておくこともなかった、えー、そんなように建築は面白いんですねそして今では、えーまあ、明治大学に招聘されてですねまあ交流していただいて、えー、こういう講義をさせていただく、えー、先ほどのお話じゃないですけども えー、清華大学で10年間通ってます、えー、夜に行って飛行機で夕方行って夜着いて次の朝半日、えー、設計の演習をして午後の飛行機で帰ってくるなんてこと結構年十数回やります、えー、そして地元私の勤め先の国士舘大学でも教えているということで、まあ、その10年教えてきた清華大学でも、えー、4年ぐらい前に3年前かな ええー、と一番上級の教授になってですね、えー、この事例をいただきました非常に、えー、これは誇りに思う,思うことでありますけども、えー、そしてまあ教えてるのが、えー、明治大学でもあります中野キャンパスのように英語,教英語の,あの、えー、大学院ですねまさに中野キャンパスのようなところが清華大学にあってこういうふうに、えー、海外から来た先生方 海外から来たた学生さんちを教えていますこの女性はドイツの先生ですね、手番やオランダの先生、一緒に教えています。まあ、こんな授業をやっているということで、大学を教える、いろいろなプロフェッショナルな活動をする、もちろん建築家として設計活動に励む、こんなとこから世界とつながるということですね。 さて、旅から学ぶということを言ったときに、えー、68カ国、まあ、こういう国にできますもう。もうない国もあるんです。東ドイツとか、えー、それからユーゴスラビアとか、もうなくなっちゃったんですね。バラバラになっちゃった。合わせて68カ国。そして初めての旅行が19歳の時でした。ヨーロッパ16カ国をヒッチハイクと 鉄道で巡りました。こんな感じです。19歳、大学2年生です。えー、このように、まずロンドンについて、ロンドンからえバース、それからまあさっきのストーンヘンジンなんかを回って、ヒッチハイクで回って、えー、それから、えー、船に乗って、えー、ドーバー海峡を渡って、フランスに着き、ここからヒッチハイクでパリまで行き、これまたヒッチハイクで、えー、マドリッドまで行き、 スペインですね。ここから電車に乗って、えー、バルセロナ、えー、マルセイユモナコ、えー、それからピザの一所のあるところですね、えー、フィレンツェローマ、えー、ギリシャ、えー、アテネ船に乗って島々に行って、えー、トルコに着いてトルコからまた陸,陸路で飛行あの電車で行ってここからずっと、えー ヨーロッパ、なんていうんだっけ、えー、ヨーロッパ急行っていうのかな、えー、ああア,ジア,アジアエクスプレスって言うんでしたっけ、まあ、これに乗って、えー、そしてまたヒッチハイクしてというようなふうに、ずっと3か月もありました。えー、これがあ、その時に撮った写真、数前ですけども、えー、1971年、えー、こうやって、ま、巡ったわけですね。えー、そして、ストーンエンジン。 まあこんなブレナム・パレスというようなイギリスを回ってドーバー海峡今からもうよ40年前ですね40数年前4878年前もう50年前か、えーまあ、そんなようなことがあったということでこれ見てください上は19歳の時これが今から10年ぐらいまでですかね60代かな 同じ、後ろは同じような建物変わってない。前にいるこの人間が年取ったということですね。何回行くのもいいと思います。実は、ここにはもう4回ぐらい行ってるかもしれません。そんなふうに建築が好きだったら、同じものを違った時代に見ていくというのも重要なんじゃないかな。さて、この今のこれを思い出しておいてください。えー 世界へ飛び出すために歴史を好きになってもらいたい。歴史はヒストリーであり、えー、誰かが書くストーリーだ。未来を崇めるならば、過去から学べしといく。こうしは言っています。建築家として歴史をどう意識して、歴史をいかに自分たちのプロジェクトに活用できるかってことを、えーまあ、すごいリッチな、えーまあ、リソースをみんな持っているわけですね。 でこの僕の先生でもあ,あ,ありバークレーの建築の先生建築の歴史の先生であったスピロ・コフトス先生この先生の講義をえ聞いた後に大学2年生でえヨーロッパ16か国回ったということがあります彼は彼が言ったことには言葉には建築にはそれだけで完結した孤立した存在のものは一つとない 全部関連している歴史にもあのをたどっていくということなんですね。過去の建築は大きさや社会的位置づけや経緯のいかにかかわらず全てこれをやっぱり勉強しなきゃいけないということですね。で建物っていうのは単なるまあ物理的な存在ではなくてなぜそれらがそこにあってなぜそれはそのようなあり方で存在するのかというみんなそれを 疑問に持たなければ、そしてその疑問を解明しなければいけないという、えー、まあ我々の宿命があるということですで。時間と目的というこの非物質的な概念を通してこれをやらなければいけない。まあこれがまた建築の、えー、を勉強する醍醐味っていうか面白いということですね。さて歴史をパパパッと見ていきます。クイックツアー。 これが、まあ、僕は19歳で見た、えー、このフィリアスとイクティロスの設計したパルトゥノン。えー、これが1922年に、ね、今から100年ほど前に設計されたワシントン DC、今トランプが負けたり、バイデンが勝ったっていう、あのワシントン DC のアブラハム・リンカーンというね、16代、アメリカの16代大統領がの銅像がある、リンカーン・メモリアル。 この建物、これ何通り屋の。これと同じですよね。これ2000年間で空いてるわけです。それから殺せよ。これは奴隷たちがライオンとかと戦った、猛獣と戦ってみんな観客が円形のスタジアムで見ている。今はスポーツね。 スポーツがここで行われてるんですこの円形のえプロトタイプとなったええサッカー、アメフト、いろんなスポーツ、ね、陸上競技え。ということで、またこのバロック時代、ねえ、ルネッサンス、バロック時代のコリント様式、ね、サンピエトロ大聖堂がえこのえバチカンにありますけども、 あるいは、えー、このビチェンサの近く、ビラ・ロトンダ、ね。これはパラディオですね。イオニアですね。イオニア。というふうに3種類の中東がある。これをこういうところでどこでも見かける。時代もバラバラです。これは何だこれは日本なんですね。まして、日本の建築家の下田菊太郎。アメリカで初めて日本人として、えー、登録建築家の ライセンスを取った、イリノイ州で取った建築家が長崎で設計した香港上海銀行ですね。これは何だろうこれもなんかコリント様式かな、えー。そしてコロンビア大学の中央図書館。これもイオニア。こうやって見ていくと歴史が面白い。で時代もバラバラだけど面白いのは1895年。1875年。 これは何だろうこれはコリントかな、えー、パリの、えー、ガルニアのオペラ座ですね。えー、そして結構重要な建物でシカ,シカゴの高層ビル。レイマンド・フッドとジョン・えー、ハウエルの、えー、設計、まあ。これは国際コンペだったんですけども、洋、えー、式主義で、えー、西洋洋式主義で設計しろということで、えー、設計されたゴシック洋式の、これはまあ、 形だけですね、えー、ゴシックの建築の、えー、エンジニアリングと全然違うデコラティブな、えー、ゴ,シックゴシック様式まあこんなようにして面白く中東柱だけでも、えー、見分けていくと面白いんですねそして、えー、こういうふうに、えー、歴史を勉強した後にこういうところに訪ねていく、えー、コルビジェもうこの深い話はしませんけれども、えー、これはゴシック的な土木、えー、の橋 が手前にブルックリンブリッジがあってもう今はないです、ね、あの飛行機が突っ込んだ2001年に突っ込んだワールドトレードセンターツインタワーですね世界一高い建物という時代が1972年から数年ありましたけどもこれを設計したのはなんと日本日系人の建築家日系2世のマ山崎さんですね。 これもなんとなくゴシック的なデザインが施されている。もっともっとおなんだろうな、えー、モダニストだけれどもクラシック的な、えー、味を持ったルイスカン1966年に、えー、設計されて君たちも絶対行かなければいけないサンディエゴにある、えー、研究所のソーク研究所、えー、このように作られてきました。 非常に気難しい、えー、深い意味を持つ建築ですけども、えーまあ、このように、えー、太平洋に向かって非常にこうクラシックな直線上に、えー、シンメトリーを持った研究所があるということですね、えー、モダニズムでありながらも非常にこうどっちかというとギリシャの丘にあってもおかしくないようなクラシックな建築。そののルイス・カーンがアアジアの バングラデシュで、えー、国会議事堂を設計するわけですが、えーまあ、その建築はこのように作られていく、えー、ルイシカンのダッカの首都計画、えー、そして、えー、こういう建築は実際に作られましたでこんなのはあの実はアメリカにいたり、えー、アルカシアというこういう活動をする前は全く遠いところだったんですけどもこういうことをやることによって毎年こういう国に行く 機械に恵まれてですね実際に2度も行ってるんです。バングラデシュなんて行く人いますか君たちの中で。面白いですよ。ぜひ、えー、このような、えー、ヨーロッパもいいけどもアジアの都市そしてこの名秘建築を、えー、まあアフリカの果て,てというようなところに行って見てくると、えー、みんな行けなくて僕だけ行ってきたんだよ私だけ行ってきたんだよっていう行ってきたのよという。 土産真似なしにってですねそしてそれをまたインスパイアされて建築そしてまた建築の研究にも励めることになるんじゃないかなというふうに思います。これキンベルルイス・カンの設計ですけどもここに歩いている人はこれ安藤忠雄さんです安藤さんと一緒に行ってきましたそしてこの隣に安藤さんが設計したダラッツ・フォートワース美術館があるわけです。 アンドロさんと一緒にそれを取りにプレゼンテーションのお手伝いしてきましたそしてなんとアンドさんがそれを無事に、えーまあ、コンペを勝ち抜いて取ったわけです、えー、僕はですね、えー、モダニズムでさっき言ったコルヴジェのお弟子さんからの先生から建築を学んでだけど時代はポストモダンだったんですねそれをちょっとお見せしたいと思います、えーまあ ポストモダンというのは、建築の多様性と対立性という本でですね、ロバート・ベンチューリが、えー、今までの機能主義、えー、というのよりか、やっぱり建築はいろいろあっていいんじゃないの。アヒルと,、えー、アヒルと装飾された小屋、こういうものも建築で作っていいんじゃないのという、えー、まあ皮肉っぽいことを言ったわけです。そしてラスベガスとか、このように国道沿いの、まあ建築、 の作品と言えないものも、これだって建築の文化にまあ取り入れることができるんだよというのを話をえしたところから、彼がこのお母さんの家を作ったわけです。1963年、ね、ポストモダンが始まったえ10年間、1960年代ですね。このように、どちらかというとギリシャの神殿のような えー、まあ、左右対称のがあったとしても、左右対称ではなく、右側連続窓、コルビジェ的ですね。えー、というふうに、えー、そしてこのようなアーチもあるけども、機能的なアーチじゃないわけですね。装飾的なアーチなわけです。というふうにですね、全くの、これは、えー、まあ、ある意味、機能主義ではない、モダニズムのような、 ことであるけれどもモダニズムを否定している表現ということで、えー、これがまあこれに火がつきます。これはまた、えーまあ、うちの大学の建築研修旅行で行ってきたこの写真で見たものを実際にこう行ってみてくるこれまたすごい。ということで「えー、ラスベガスから学ぶ」という本をねこのベンチュリー スコット・ブラウンが書きこれがまた素晴らしいということで今まで白い箱それから機能主義しかできないガチガチンコだったのが非常に柔らかくなってきましたこれもアメリカの独立の父と言われるベンジャミン・フランクリンが住んでいた家のイメージということでこれをモニュメントとして設計したり。 えーまあ、こんなことは昔は建築家はやらなかったんですね。建築家と言われない人たちがやっていた。これなんかは、えー、ポストモダンのロバート・スタンイェール大学の学部長である大建築家がこの今まで見たことがそこら中に見たことがある、えー、屋敷の様式を使って作っている。どどこが作品なのよと思わせるけれども えー、この時代はこれが作品だったわけです。で一方でコルビジェコルビジェを、えー、勉強したマイケル・グレイブスという建築家はコルビジェからまた飛躍した建築を作っていきます。初期の作品はこんなもんですね。なる,べなるほどというふうに、えーまあえー、まあ親近感と、まあ、好意を感じるようなもんなんですけどもそのマイケル・グレイブスが どんどんポストモダンに入っていき、えー、機能主義的なところからこのように、えー、ペタペタと貼り付けるような、まあ、エジプトの柱の、えー、なんかこうポスターが貼ってあるようなポートランドビルというものを作ります。これがポストモダンを象徴する建物です,、ね、ですからこういうものを見に行って世界旅するいうことでいくら行っても世界はもう、えー、完結しないんですね。 でさっきのシーランチ、シーランチもこのような在来のえこういう、えーまあ、農家の建物からこんなものが発案される、えー。これもモダニズムではないわけですね。そのムーアがどんどんごてごての、えー、イタリア広場というニューオーリンズにあるんですけども、こんなもの出ました。えー、これもコリント様式ですね、えー。というような。 建築の時代がガンガンいくという中でまあお恥ずかしいことですけどもお恥ずかしいって言っても熊健吾さんも、えーままあ、そういう建物を90年代作ってますから、えーまあ、僕は、えー、この最初のですね大学を出て修行して牧先生のところに行けずタクシードライバーを卒業して、えー、人のいろんなところで修行した中で独立する寸前にある事務所で設計した建物が これですけども、まあ、デビュー作となったわけですけども、まあ、あのハリウッドのプロデューサーの自邸ですねバレンタインさんということでバレンタインというのはバレンタインデーなのでここにハートのマ、えーク、まあ、みたいなのがあったりみたいなこれがポストモダンですねで色付きで自分のこの20代のちょっとしたスケッチと模型ですけれども、まあ、こんな建築を設計したり色付きのニューヨークのヘアサロン えー、こんなようななもものを作ったたりこ、まあ、これれ雑誌に掲載されました、えー、こんな、まあ、見てわかるような、えー、このようなギリシャの神殿を貼り付けたような、えー、マンションを設計したり、えー、これも実現したり、えー、住宅でも同じようなことをやったりしてこの10年間を過ごしました、えー、最後はこんなものをやってみたりしましたけども UCLA の先生の時体ですね まあ、というふうに、えー、建築を見て歩き、建築を勉強していくと、えー、自分の建築の作品も、こんなようなものに、まあ、若い時は影響されていくということではないかというふうに思います。さて、まあ、最後の方なんですけれども、えー、建築をやっていく中で、えー、まあ、建築を海外で作ることを依頼され始めたのは、 まあ、アメリカにいて日本で建築を作るということもありましたけれども、えー、日本にいてアジアを研究していく中で中国からの建築の依頼が、えーまあ、この10年間でいくつもありました、まあ、その中で一番、えーまあ、私としては、えーまあ、意,味意義があった意味があった建築を一つご紹介させていただきたいと思います えー、プロデューサーとして入り、えー、そして担当し、えー、そして一、えーま、つの建物も設計しました、えー、リュウセ泉という、ね、25万人都市の国際竹の建築を展示する屋外の、えー、展示、ビエンナーレですね、えー、というプロジェクトです。で、えー、この下タウと漢字で読むんですけども、えー、クズさということかな。 えー、芸術家そして、えー、私2人が、えー、共同プロデュースしたプロジェクトです、えー、これがあ、えー、とドローンから見た写真ですけども、えー、畑の中にこの、まあ、十数個の建物があってですね、えー、9人の建築家に設計してもらっています、えー、これを展示するということで、えーまあ、ビエンナーレということですから2年に一遍十10個の建築をこの村で 建て三て十の合計30の竹の建築がこの村に、えー、立ち上がるというそしてこの建物それぞれが意味を持つ、えー、機能を持つ建物建築物ということで、えー、始まりました、えー、このような、えー、向こうにあるのが約、えー、1000人ぐらいのが住んでいる、えー、村です、えー、でこのまあ 非常にこう、えー、農村なんですけど、えー、非常にこう自然豊かなところなんですね。えー、まあ後でお見せしますけどこんなような建築をおが作られました、えー。これを世界の人たちのために、えー、ビエンナーレとして、えーまあ、開催したわけですけども、えー、その村はこんなような村ですね。えー、そして村の人々が これを作ることによってですね、えー、今まで見たこともないような人たちが世界からやってきてですね、えー、まあ民宿が汚い民宿が一つしかなかった。しかし、えー、このビエンナーレを通して、えー、竹という産業をここで、えー、推進することができた。えー、そして、まあえー、地元の人たちがこれに関わりですね、えー、そして若い人たちも 地方にここから、えー、北京とか上海の大都市に行って出稼ぎに行かなくてもここで経済が生まれるようなまち、えー、づくりを、えーま、実践することができた、えー、雇用もここで実践できてそして、えー、ここの人たちに自分,自分たちが誇りと思えるような、まあ、ある意味は文化の一つの、えー、形を作ることができた。 えー、そして、まあ、ここに訪れる、えーまあえー、外から訪れる、まあ、中国の人たち学生さんたちあるいは、えー、海外から来る人たちと共に、えー、ここでいろろなイベントをしたりすることができる学生もここに来てスケッチをしたりいうようなことが行われるようになったわけです。そして何、えー、といっても美しいということが見えるようになった。 そして、この竹の産業を世界にこのビエンナーレを通してこの流線はビエンナーレを通して竹の産地だということを世界に広報することができたということそしてもう一つの産業である流線の陶磁器があるんですね。 えー、陶磁器流,流線の陶磁器があるんですけどこれを、えー、またあこの BNR を通して、えー、プロモーションすることができたということであります、えー、ちょっとこれムービーが出てくるといいんですけども、えー、ちょっとこれをお見せしたいと思います出るかな <music> ごめんなさい、ちょっと待ってください、今、今ちょっと前からもう一回、えー、途中からやりますね、ごめんなさいえ音を今、低くしましたけど、隈、え、研、ー、吾さん、それから、セガ大学の教授のリ,リー・シャオドンさん、先生、それからさっきの前田圭介、えー、それから、ボーチョンギア、ね、ベトナムの竹の建築家、それからシモン・ベレスというコロンビア人ですけども、竹建築の王様と言われている人です。 それからアメリカで教育を受けた韓国の夫婦の建築家のワイズ・アーキテクチャそれからドイツ人の建築家のアン・ヘリンジャンさんこれを設計してますこの素晴らしいヨーロッパ人感覚で設計したホテルですねそれからこれがマオリシオという コロンビア人でイタリアで活動している建築家えこれがクマさんの建築ですねこれがあここに見えるのがウェルカムセンターでボージョンギアさんで僕のがここに真ん中にちょっとした建築がありますけども前田圭介の建築も見えましたまあ、このようにですね世界の建築家をここに呼ぶことによってえみんながやっぱり君たちもえこれを見に行ってもらいたいんですね えー、こ,んなこんな村がですね、えー、中国の山奥深くに存在するということで、まあ、中国はホットです、えー、こういうプロジェクトはここにありますけれども他にもですね、まあ、中国の、えー、山村、えー、村落、えー、こういうところに、えー、たくさんの建築がある、えー、面白い建築もありますこれはアーキデイリーとかで見てい、えー、くとですねやはり 世界に出よう、世界を見ていこう、学生時代はそういう時代であってほしい、そして、まあ、卒業して社会に入っても建築を勉強するために世界をに、まあ、建築を見に行く、それから、まあ、建築のネットワークでですね、建築社会に貢献するというようなことで JIA とか建築学会、アルカシアに参加してもらいたいということが。 あります、えー、そして、えー、それ以上にですね、えー、まあ家族と、まあ、結婚して、えー、家族ができたらばまた違う形で世界に行って建築を見,り見てそしてさまざまな文化とお交流というか、えー、接触して、えーまあ、グローバルな人間になるということを、まあ、人生を通して、えー、通じてですね えー、どん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 やっていってもらいたいというふうに思います。えー、すごい長い、えー、講義でしたけれども、えー、これで、えー、この、えー、お話、今年の明治大学での講義を終わりたいと思います、えー。ご清聴ありがとうございました。ありがととうございました、はい、えーっと どうですかね、消えましたからっ待ってくださいえー、っとはいはい終わりましたあれえっとちょっと待ってください <laughs> うん。<laughs> ちょっと待ってあら聞いちゃったよ、はい、えっと国広先生ありがとうございました、はい 顔出るかな、僕。えで出てますよ。私は見えますよ。<laughs> バーチャルやらないで、生活で出てきちゃった。<laughs> えっと、最初、その空間芸術の話があって、それからずっと夢のお話、ヒストリーの話、 それからポストモダニズムに行って、まあ、最後は竹によるちづくり、はい、まあすごくあの多岐にわたって内容盛りだくさんでしたけども、えー、そのこれから、まあ、僕たち日本の建築というのも もういつまでもその新しい新築ではなくて、まあ、リノベーションになったりで、まあ、僕の考えでは若い人たちにはもっともっとチャレンジしてもらいたいからアジアとか、まあ、いずれはアフリカかもしれないけどそうです、ね、どんどん外に出ていってほしいなっていうふうに思ってるんですけど、えー、今回、まあ、コロナでそのせっかく海外出たい。 たたちちが行けなくなくっちゃっゃ、ね、でまあオンラインでわかるじゃんみたいになっちゃうとやっぱり国広先生が行かれたようにもう6八角ぐらいこう見て何でも見てやろうっていうのはい <laughs> やっぱりますます大事なんじゃないかなというふうに思ったんですけどその辺どうでしょうかね。あのー やっぱりまあ今今は本当に海外に行っちゃいけない時ですね残念ながらあの行っちゃいけない時であるしあのでもでもまあ今日のお,あのお話はですね、まあ、一貫してあのやっぱり海外に出ようというのを盛りだくさんでまああの一つひもう紐でつないでいったつもりなのでぜひ、まあ、あの、まあ、こういうこの お手本になるというかねそういうことを先ほどあの小林先生おっしゃってましたけどもコロナが終わったら、えー、ど,うどういうふうに自分が海外と接触していくのかっていうことを、えーまあ、真剣に考えてもらいたいと思いますまあそれはだから Zoom でもまず始めなければいけないと思うしそれはぜひ Zoom でやってもらいたいと思います、ね、でもあの実際に物理的にね自分から行くっていうことを えー、例えば今あの僕は、えー、昨日おとといの話ですけどえっ、ー、と2年後に、えー、まあああのとある国との国際ワークショップをやってくれって言われて、うんえー、まあ今2年後だから来年はまあ今「ドコモモっていうのをね「えー、あのどモモえも、ーえー、と国際大会を、えー、やるんですけどまあ,あの理科大東京理科大学の山名良、えー、木先生が。えっ、ー、と 事故委員として委員長としてやっていて僕らコアでやってるんですけどもえっとまあでもこれもバーチャルになっちゃうっていう,う話でバーチャルなんかあの学生ワークショップもやるんでみんな参加してもらいたいと思うんですけども、えっと、そういう中で、えー、2年後は大丈夫だという、まあ、ワクチンができればだ大丈夫だということなんでもう2年後を目指してパスポートを取ったりとか海外どこ行くかっていうことを ここのこの2年でで勉強してもらいたいたんですね僕私はここに行くんだと最初に行くのはここなんだとでただふらふらって行くんじゃなくて何か目的を持って行くっていうことそれも自分が50になった時にどう役立てるかっていうことを念頭においてあの旅に出てもらいたいというふうに思いますはい分かりましたまあ オリンピックはなんとか開かれそうだしやっぱりいろんな人たち来るし日本の建築は世界からもその本当に憧れられてるしねある意味ラッキーだと思うんですよねその日本で育ってる学生たちは。うん、で逆に、まあ、世界に行って違うものを見ていくと日本のがまあ独特で少しガラパゴスデクティだったりするし。 まあやっぱりあの、まあ、昔の小田誠じゃないですけど何でも見てやろうっていう、まあい、まあ、さらに大事かなというふうに思いますね。まあ、特にあのそれこそ小林先生の世代っていうかまあ隈、えーまあまあ、さんとかそれから宇野さんとか竹山さんみんな先生してるそのお原研究室ってねあの有名なもう名物的な研究者ありましたけども。 まあ彼らはひたすら、あ山鳥県さんもそうだし、ひたすら海外を走りまくって、それもあのみんなが行かないようなところをずっと、僻地を車で、ね、あの温度40度、50度のところを走りまくったりとかした、えー、南米行ったりっていう、そういう経験が、まあ、僕もそうですけども、まあ、そういうへ僻地って、僻地って言い方もあるかもしれませんけど、そういうところから、要するにもちろんあのパリとか、 ニューヨークとかそういうところから見たものっていうのもあるかもしれないけどアイディアっていうのはその誰も行かないところで拾ってきてそれをアイディアにすることで独り勝ちできるってことなんですねだからもちろん、まあ、の抑えなきゃいけない五大都市とか行かなきゃいけないけどもあのテーマとしては自分の建築のインスピレーションはそういうところからっていうことを狙って誰も行かないところ僕は今,今やってるのはソマリアなんですね。 いけななところなんです。うんうん、僕は今、ソマリアの,あの、ま、大統領とかいるわけです。ソマリアを支配している部族の連合会の、えー、長老たちと仕事してるんですね。で、僕はそのアジアの代表を、まあみんな知らないけど、僕はアジアの代表をしているんです。なので、まあ、そういうような。 あのところソマリアなんてみんな誰も僕はソマリアのプロモーションをしてるんだけどそんなとこ怖くて行けないよってでもさっき小林先生おっしゃった「もうこ次はアフリカかもしれない」って僕は今アフリカはい、一番行かないところを今やってますソマリアケニアそれからルワンダエチオピアというこまだ行ってないんですよ行けないからでましてソマリアなんかビザなんか降りないから行かせてもらわないけどあ僕は行きます という意気込みを持ってあのやっぱり海外のことを、えーまあ、目指してもらいたいと思いますはいそうですねあのまあ僕たちは学生の頃レヴィストロースが「野生の思考」っていうのを書いてやっぱり西欧のいわゆる、まあ、キャピタル・アーキテクチャーっていうそういう世界ではなくてもっと終焉に目を向けなきゃいけない、まあ、それが、まあ、ある意味ポストモダニズムにもつかまって。 やっぱりアジアアフリカまだまだこれち私たちの知らない文化があるそれがあの今どっちかっていうと行き詰まっている建築のデザインのさらに先をこうこう生んでいく結構きっかけなんじゃないかなと思いました。その通りですね本当にあのだから えとまああるある年齢になっちゃうと好奇心がこう薄れてくることがあるけども、うん、あのやる気だけど学生逆に今逆学生がそれがないってことですよね、うん、何でも満足しちゃうってさっき先生おっしゃってたけどもそうじゃなくてもうハングリーで行かなきゃいけないこの年でまだハングリーだし、まあ、話はちょっと変わるけど僕はあの ババイイククの免許を取っって昨日バイク買ったんですねだからこれからバイカーになるというもう70近いんですけどこれからバイカーになるよ要するにえ人生100歳までっていうことじゃないけどやっぱりそういうエネルギーをどうやって持っていくかっていうことを学生さんたちもそれを、えー、持ってもらいたいというふうにまあ,あの小林先生が願って僕を起用していただいてここにあの来ているわけで、えー、まあこのおっさんがこうやってるから でやってやろうかっていう気持ちにみんななってくださいというふうに思いますはいありがとうございました、えーはい、今日はたっぷり1時間20何分まで <laughs> お一人で話していただきましたこれ全部録画をしてありますので YouTube で見れるように公開させていただきたいと思いますはい今日はどうも本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、失礼します、はい、失礼します